本日のお客様をご紹介いたします。この度、講談社現代新書より、下り坂をそろそろと下るというご本をお出しになりました。劇作家の平田織座さんです。ようこそいらっしゃいました。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回は、下り坂をそろそろと下る。はい。新しいこの国の形というご本ですが、はい、日本人はやっぱり、なんかいろんなことを勘違いしてきましたかね。うん、そうですね。今も勘違いしてる人がやっぱ多いと思いますけどね。今回の選挙のこともちょっと伺ってよろしいですか。自公で3分の2、はい、ギリギリ取ったっていう感じですが、これはどういうふうに。まあ、ただ、前回自民党勝ちすぎたんで、前回と合わせて3分の2ですから、今回単独で3分の2取ってるわけじゃないので、3年後も多分このぐらいの結果だと思うんですね。だから3年間で改憲は無理だと思うので、そうすると3年頑張れば、多分落ち着くとは思うんですが、これ逆に比率が大体55年体制の頃の自民党と社会党に戻った感じですよね。多分そのままこれで固定化して、ずるずると滅んでいくと思います。日本は。いや、でも、日本の、経済的問題と、両輪ですよね。それで、国民の側は、やっぱ経済、他になんかこう、取って変わる政党がないんじゃないか。そうですね。この本の中にも書いたように、やっぱり成長をまだ信じている人たちが、まだ多数派を占めていて、で、やっぱりアベノミクスっていうのはその成長の幻想をうまく見せましたよね。そのことはやっぱりうまかったって認めざるを得ないと思うんですよ。ただやっぱり幻想に過ぎないんで、で、問題は全部先送りしてしまったに過ぎないですよね。だから、結局その人間っていうのは本当に、死の淵に立ってからじゃないとやっぱり変われないと。痛みをこう自覚するのなかなか難しいので、痛みが自覚できない、よく言われるようにゆでガエルのような状態でおそらくゆるゆると、下っていくので、できればですね、この下り坂を急にしないでですね、それから滅びないに越したことはないので、滅びないようにするにはどうすればいいか考えた方がいいと思いますね。もう大きな成長は望めない。はい。でもみんな大体思ってるでしょ。うすうすは。うすうすは思ってると思うんですよ。はい。だけど、受け入れたくないんだと思うんですよ。成長するぞ。あと、やっぱり僕はその3つの寂しさに向き合うということを書いたんですけれども、要するにまず成長社会ではないと。それから工業立国ではないと。これも寂しいことなんですね。僕なんかもギリギリその高度経済成長の中で育ってますから、そのプロジェクト X とか見るとちょっとうるっとくるわけですけど、でももうああいう幻想はないので、その寂しさも受け入れなきゃいけない。で、もう一つ一番難しいのが、日本はアジア唯一の先進国ではないと。先進国なんだけど、別に今まではずっと150年間アジアで唯一の先進国だったんですよね。でも今は韓国も、それから中国も経済規模から言えば、もう経済大国ですよね。で、そうするとそれが受け入れられない、受け入れたくないんだと思うんですよ。で、一番極端な人はヘイトスピーチとかをしちゃうし、そうじゃなくてもまだまだ負けないみたいな、強がってしまうところがあると思うんですね。ヘイトスピーチを行っている人たちも含めて、見えない幻想みたいなことをみんな信じてる。信じてるっていうより寂しいんだと思うんです。寂しい。受け入れることが寂しいんだと思うんです。だって。分かってる。みんな。老いてくると、自分の体って思うように動かなくなったりするじゃないですか。でもそれ最初受け入れたくないじゃないですか。あれ俺できたはずなのにとか。もっと、そういった、もっと俺頑張れば成長できるみたいな。で、体壊しちゃったりするじゃないですか。昨日の晩ね、腕立て伏せやってみたんですよ。いやーね。どうしたんですか？もう必死。もうね、死ぬ気でやって5回。5回。1回目でもう無理だって思ったんだけど。早めですね。それ早めにやめた方がいいか。ここまでは頑張っちゃったんですね。そういうことですか。日本寂しかったですか、やっぱり。めちゃくちゃ。そうでしょう。でもそれを受け入れて、うん、でじゃあ自分に合ったトレーニングを考えないといけないですね。腕立てじゃない。腕立てじゃない。腕立てじゃないですね。そうそうそう。なんかあんな地べたでやんないで、もうちょっと緩やかなところで、うん、機械に助けてもらえるようなやつを、うん、そうそうやった方が。機械つけて腕立て振る。そういうことですか。5本の中で、はい、新幹線が売れないっていう話が書いてありますが、ね、技術も高いし、はい、時間通りに来る、はい、この新幹線はどうして売れなかったんですか。これはですね、うん、あんなに時間通りに走ることを喜ぶのが、うん、日本人しかいないんで、うん、なるほど。僕大阪大学の教員なんで、よく新幹線の本当うるさいでしょ、3分遅れましたとか、小田原駅通過で2分取り戻しましたとか、あんなこと言うの日本だけなんで、小田原なんか熱海を定時に過ぎました、もう定時に過ぎました、もう大好きですよ、定時に熱海を通り過ぎましたって言われたら、あれは素晴らしい技術なんだけど、あれをこう美しいと思ったり正しいと思ったりするっていうのは日本人だけなんで、別にそれが悪いって言ってるわけでもないんですよ。文化っていうのはそういうものなんで、ただ文化っていうのは別に客観合理性があるわけではないので、好みとかだから、であんなに完璧じゃなくていいんですね。で、実際に、日本以外の高速鉄道って1時間に2本とか3本だから、せいぜい走ってね。だから2、3分遅れても全然、いいんですよ。でね、スペインとかイタリアの高速鉄道ってたまに早く着いちゃうことがあるんですよ。近いより。近い。日本人が信じられないでしょ。それは、要するに最初からちょっと幅見て時刻を組んでるんですよ。ゆっくりね。だから、早く着いちゃうことある。でも、飛行機だったらそういうことあるでしょ。飛行機ありますね。だから、それ普通じゃないですか。あ、そうか。新幹線は絶対にちょうどに着くと思ってるから、それなだけで、そんなものは見方変えれば、全然普通のことなんですよね。いやでもそれでも売れたっていいじゃないですか、違うんですかそれ。いやだからそのためにすごくコストが高くなったりしてるわけですよ。それからそれを運営するためには結局僕がね、これよく大学生のディスカッションの授業の題材で使うんだけど、要するにじゃあライバル会社考えてみると、フランスやドイツの会社の営業マン、君が営業マンだったらなんて言うか、あれは日本人だからできるんですよ。あんなことは気持ち悪いでしょ、あんな1分刻みでなんて。うちらそんなこといらないでしょって、絶対僕がセールスマンだったらそう言いますよ。だったらもっと安い方が。もっと安い。うちは、それから、あと頑丈だっていうことです。ヨーロッパの方が。あ、頑丈なんですか、向こうの僕は。だってほら、向こうの TGV とか1両目は、まあこれ動かし方自体が違うんで、機関車が引っ張るタイプなんで、1両目には人乗せないでしょ。だから、あれね、高速鉄道よく事故起こすんですよ、ヨーロッパの。その代わり死者が少ないんですよ。日本の新幹線、素晴らしい技術です。だから一回も事故起こしてない。一回も事故起こしてない。でも、起こしたら大変なことになりますね。飛んでっちゃう。数百人単位で。1両目から乗ってるから、新幹線、運転手みたいですもんね、一番前に乗ったら、窓から見えるし。これも、ドイツやフランスのセールスマンだったら、いや、素晴らしいですね、日本人、絶対事故起こさないと思ってるんですよ。でも原発事故起こったじゃないですか。そこをついてくるでしょ。そこ疲れちゃうとね。で、本当よくね、日本の大学、まあ僕は大阪大学のコミュニケーションデザインセンターとしては、理系の学生のコミュニケーションとかを教えるのが仕事なので、要するに日本人は、敵のことを全然学ばないんですよ。敵が何をついてくるかとか、要するに自分の技術が素晴らしければ売れると思ってるんです。それ前の戦争の時もそうでしょ。だって適正語だって言って英語学ばせなくしちゃったんですよ。その間にアメリカはものすごい日本研究したでしょ。日本人の文化とか考え方とか。それやらないんですよ。あれ、野球でストライクとか言っちゃいけないって。あれ、よしとか一本とか。あれなんだったんですか。もともと野球、ベースボール。じゃあ野球やめろって話だよね。やってもいいけど、ストライクって言うなって。おかしいもんね。あれは日本人のメンタリティの中に入ってる。だからすぐ精神論になっちゃうんですよ。ああ、そうか。だから、日本国内だったらそれで全然構わないし、僕も日本人だから大好きなんですよ。そういう日本人のメンタリティは。でもそれ、外では通用しませんよっていう冷静さも必要じゃない。そうだよね。あの時、その適正語禁止の野球を持って、別の国行って戦ってね、よしとか言ってたってね、通用しないっていうのは通用しないよね。これはストライクでいいじゃないかと。成長しない、例えば、ちょっと、反論させていただきますが、はいはい、例えば、太陽光発電だとか、はい、いろんな技術は磨くじゃないですか。はいはいはい、まあ、この国の政策とかいろいろあるでしょうが、うんうんうん、でも、国内では、磨いてるじゃないですか。はいはい、で、コストも安く、はいはい、前に比べたらもう、50% ぐらい安くなってきてる。はい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 、こういうところとか、はい、福祉の分野とか、はい、そういうのに成長は、はい、飛躍するような成長はないんですか？飛躍するような成長は、うん、日本海に巨大油田でも発見されない限り無理ですね。それ無理なんです。それから、技術はすぐに追いつかれてしまうんで、普遍的な技術ほど追いつかれてしまうんで、だから、東大阪の町工場でやってるような、うんうん、こう、隙間産業みたいな技術は多分すごい優れてるから、まだまだ、そういうのは、まだまだ価値があるんですよ。新幹線の頭作ったり、ロケットの先っぽ作ったりする、あの技術は日本にはある。すごい。でも、例えば、よく言われる iPhone って中身ほとんど中国と日本で作られてるわけですよね。はい、でも、儲けは全部アメリカが持ってってるでしょ。はいはい、そういうイノベーションができるかどうかってことなんですよね。そういうふうに考えると、はい、その成長っていう意味も、はい、それもシステムプラスアルファの成長、いいものを作るってことじゃないと、ダメなんだ、うん。そうですね。付加価値をつけていかないとですね。うん、で、まあ、とにかく日本国内では人口はどう頑張っても減っていくわけですね。うんうん、もう、うん、緩めることはできますけど、うん、もう減っていくことは間違いない。うん、それから、世界的に物は余ってる。うんうんうん、だからどうしてもこれは、構造的に成長は無理なんですね。で、その唯一成長余力を持っている中国でも、もうおそらく中国人全員が中間層にはならないんじゃないかと言われていて、おそらくあと2、3億人ぐらいなんで、それでもう成長の限界が来ますね。東南アジアも、あと、だから5億人全員が中間層にはならないので、日本や韓国みたいなことにはならないので、そうするともう、マーケットもなくなってしまいますから。でも、資本主義国家でも 1% のお金持ちと、中間層が破壊されていくと。中国みたいな、はい、一党独裁の国でも、はいはい、そういうことは起こるんですか？グローバル化で多分、無理なんじゃないかと。今までのような、日本や韓国が逆に幸運だったんで、一億総中流みたいな社会が実現できたのは、こっちの方がまあ特殊だったんじゃないかと思いますね。なるほど。なんか、本当に下り坂をそろそろでも、全然、日本はすごく豊かで暮らしやすくて、清潔で安全な国なんで、はい、そうですよ。これで僕は満足すればいいと思うんですけど、無理に成長しようとするから、いろいろ困ったことが起こるんで、だからそこさえ諦めればですね、ちゃんとみんな幸せになれると僕は思ってるんですけど。でもですよ、はい、まあ、これはご本の中に書いてあって、はい、なるほどなと思ったのは、地方にから中央に人が、若者がみんな出てきちゃう。で、原因は、地方がつまんないからだ。そうですね。なるほどな。つまんない。僕は16年大学の教員やってるんですけど、少なくとも僕のゼミ生たちで、田舎は雇用がないから帰らないって子は一人もいないんですね。で、経済学者とか霞が関の人は雇用がないって言うんだけれども、もう雇用あるんですね。例えば、もうね、安倍さんは全都道府県で求人倍率 1.0 超えたって言うけど、これ雇用が増えたんじゃなくって、若者人口が極端に減っちゃって、人手不足になっちゃったんですよ。だから選ばなければあるんですね。仕事をね。仕事を選ばなければ。で、東京だってもう就職はせっかくできてもブラック企業だったりするわけで、そうですね。だから経済の問題だけで考えれば、地方の方が豊かな部分たくさんあるんですよ。もう家賃はすごく安いし、待機児童なんていないし。でも、学生たちが口を揃えて言うのは、田舎はつまらないって言うんですよね。だから東京でこう刺激的な生活しちゃうともう帰れないって言うんです。だから僕は、全国の市長さん、町長さんたちに、だからつまらなくない街作りゃいいじゃないですかって言うんですけど、これね、政治家はね、口が裂けても言えないんですね、それは。だってそう言った瞬間に自分の支持者たちはつまらない人だって言ってることになっちゃうから。今ここにいるのはつまらない人だっていうことになっちゃうから。よっぽど選挙に強い首長しか言えないんですよ、この話は。なんかそういう言葉を別の言い方で、なんかこう、なんかつまらないって言わないで。いや、まあだから楽しい、生きがいのある若者たちが、こう、若干収入は減るかもしれないけれども、やりがいのある、生きがいのある、それから経済優先だけじゃないですね。仕事だけが生きがいじゃないから、子育てとかそういうものが豊かにできるような街を作りましょうってことを気がつき始めた自治体もあるんです、そういうふうになっていけば、そうです、まずつまらないのを、まあ、公には言わないけどつまらないってことを認めると。そうですね、認めて、なんでこの街はつまんねえんだろうと、もっとこう街中にもう、堀を巡らして鯉飼うぞみたいな、どこ行っても鯉見れるぞみたいな、面白くみたいなことですよね。でも、そうです、まあそう言ってる意味じゃ倉敷とかね、そうなんです、あんなとこまあまあ静かだけど結構ね、だからセンスとか大事ですよね、情緒とかが大事なんです。で、実際に僕数週間前に某国営放送の東北が作った番組出たんですね。そういう人口減少対策です。で、そこの放送局がですね、東京に住んでる東北出身の女性たちアンケートを取ったんです、で I ターンとか J ターンを拒むものは何か、で一番はもちろん雇用なんですけど、それも昔と違って雇用がないじゃなくて、自分に合った仕事があるかどうか心配、でもさっきも言ったように東京だって自分に合った仕事なんてそうないだろう、帰ってくるんです帰ってくるんです。で、幻想があるんですね、東京にはそういうのあるんじゃない、それから次がね、もうね、楽しみや居場所があるかどうか、だから文化なんですよ、2番目が。で、3番目が子どもの教育、4番目が医療、だからここを潰していけば、みんなもう地方の方が子育てしやすいってことは分かってるから帰ってくるんです。楽しみや居場所、それがあるかどうか。東京に来たって、東京にはその楽しみや居場所があるんじゃないかっていう幻想を都会は持ってる。でも実際に成功してる街づくりとかで成功してるところって、おしゃれなカフェがあったりとか、すごく美味しいイタリアンのお店があったりするんですよ、すごい地方の都市でも。あ、そう、呼びたくなるような、東京の子もね、居場所がある、若い女性がの居場所がある街。カフェ行きたいんですよ、そうみんな、おしゃれなカフェに。俺もおしゃれなカフェは好きですよね。いや本当、おしゃれなカフェがあってこその喫茶店がより一層よく見えるっていうのってあるじゃないですか。そこ通ってからね、一応だからやっぱおしゃれなカフェを作ることからじゃあね。いやでも実際に街づくりで美味しい手作りのパン屋さんを誘致したりする自治体も出てきてる。大事かもしれない。パン大事。女の子パン大好き。パン大好き。スイーツね。そう、スイーツ。パン大事か。超大事ですよ。うどん屋できるよりパンできた方がいい。焼きそばとかあんぱんじゃなくて。じゃなくて、おしゃれなパン屋さん。おしゃれな、なんかミルフィーユみたいなパンだ。それを食べながらおしゃべりしてコーヒーを飲むみたいな、そういう場所ですよね、自分たちの。そうなんだ。雨なんで焼きそばなんか置いちゃう。焼きそばも置いて、おしゃれに。子育て中のお母さんたちがちゃんとそういうおしゃれなカフェで喋れたりしなきゃいけないんですよ。そういうことですね。地方でも。でも俺この間ちょっと東北回った時に白河っていう駅前、もうここは寂れてて何もないんだけど、歩いてジャズ喫茶みたいな、ジャズの流れる喫茶店見つけた。ジャズ喫茶じゃない、ジャズの流れるちょっと小粋な喫茶店で、そう1時間いたんだけど、俺一人だった。私たちだからいいと思えるのかな。あれ地元の人はあんまりだったんでしょうかね。一人で悪いからコーヒーとコーヒーゼリー頼んで460円だった。安いな。それ多分これはダメだって。それね、多分親父さんが頑固で喋っちゃいけないとかしてんじゃない。おしゃべりできない喫茶店かもしれないですね。音楽を聴けみたいな頑固な。いやいやいや、まあね。そういうふうに静かに下り坂、成長しないけど地方で暮らしやすいところで、そこに自分たちなりの楽しみ、居場所を見つけられれば、平田織田さんは地方でもそうそううまくいくんじゃないかとおっしゃってますが、今日本は最初の話に戻りますけども、まあ資本主義の中で中間層が破壊されていますね、そうすると街の中にこう僕も思うんですが、妬みとか、恨みとか、なんかこう、なんか妙な苛立ち、これがこの日本をちょっと覆ってるようにも思うんですが、はい、僕は大学ではそのアートマネジメントって文化による社会包摂っていうんですけど、文化によって人をつないでいったりするのを教えるもう一つの仕事なんですね。ただそれを教えててもですね、大阪大学とか東京芸大とかやっぱりもうお金持ちの子たちなんであんま実感持てないですね。すごく優秀なんで理解はできるけど実感持てない。それで僕は例えば子育て中のお母さんが子供を幼稚園に預けて映画を見に行ったり劇場に行くだけで後ろ指を刺されるような社会っていうのは良くないんじゃないかと。これだとね、女子の学生はやっぱりちょっと共感してくれるんですよ。なるほど。今は本当にひどい地域になると子育て中のお母さんが保育園に預けてファミレスに行っただけで通報されるんです。あの人仕事してませんよって。子育て中のお母さんが集まって、乳母車、引きながら、みんなで買い物してるだけで、なんかそうなんです。何してるんだっていう。そう、働いてないのに何保育園に預けてるんだ。預けてんだっていうことですね。で、そういう社会と、先ほど出てきた、ヘイトスピーチみたいな、ヘイトスピーチの在特会っていう名前に象徴されるように、誰かが特権を持って、自分だけが苦労してて、人がなんかずるしてるんじゃないかっていう、妬んだり、恨んだりする社会っていうの、全部ちょっとそこで繋がってると思うんですよね。で、いつからこんなに日本人は妬み深い民族になっちゃったら、もうちょっとおおらかな民族だったんじゃないかと。はい、そう思いますけども。それを、やっぱりもうちょっと回復していくためにも、もうちょっと人口をですね、分散してですね、もう一回地域のつながりとか、ただし、地方は地方で、やっぱりしがらみが強すぎるのも、また嫌なわけですよね。だから、音楽でつながっててもいいし、演劇でつながっててもいいし、ママさんバレーでつながっててもいいんだけど、趣味とか、娯楽とかでつながるような、そういう緩やかな共同体、もう一回編み替えていった方がいいんじゃないかっていうのが、もう一つの提案なんですけどね。今、地方行くと選挙でつながってますね。選挙でつながってます。あいつどこ入れたんだ。はい。これダメで。それはダメですね。もっと楽しいことでつながってない。でもそういうヒエラルヒーみたいなのが地方にバチって今、都市部はともかく、地方は出来上がっちゃってるみたいな。そうですね。でも、だから、哀嘆者とかが多い街、もう一つの要素は、リベラルでオープンな街です。その方が入ってきやすい。で、私たちの専門、アートマネジメントの世界では、ボヘミアン芸指数っていう有名な研究があって、これはボヘミアンアーティストですね。私、芸術家とか。それから、ゲイ、性的少数者。そういう人たちがたくさん住んでる街は、哀嘆者が多い。っていう研究があるんです。有名な論文があって。象徴的なのはサンフランシスコですけれども、要するにそういう、多様性を認める街は、普通に人が入ってきたり、資本が入ってきたりしやすいっていうのが世界的な流れなんです。多様性を認める。はい、だから地方で多様性を認められれば。じゃあキーワード随分できてるんですよね。多様性があって、楽しくて、居場所のある。ね。それで、地域とのつながりが音楽とかでつながったり、演劇とかそういう趣味でつながるのはいいけど、政治でつながるんだと。そういうふうにつながっちゃダメだと。つながっちゃいかんと。この題名の意味がね、分かってきました。分かってきましたね。しかも、これ以上平田織田さんは借金を増やさずに、ね、教育や子育て、福祉に徹底的にお金をかけた方がいいというふうにおっしゃってます。